自律神経専門家チカ子の部屋へようこそ。今日は気象病って書いてあるんですけど、まあ、要は天気の変化に体調が左右されてしまうあなたへということで、天気が変化すると体調も変化する、まあ、元気になればいいんですけどね、元気になればいいんだけど、天気の変化によって体調が悪くなるっていう方はぜひご覧ください。でこれは私が勝手に思ったことを喋ってるっていうだけなので、ほどほどにほどほどに取り入れていただいて、こういう傾向が東洋医学的に考えるとこういう傾向がありますよということで、ちょっと本当にもうどうしていいんだかって、まあ、天気ってね自分でコントロールできないから、それに左右されて体調がもう悪くなったりするのが本当になんかもううんざりっていう方は、こういう傾向がありますよということで、あ、ちょっといけないことやっちゃってるなとかっていう部分があったら、それをこう改善するために、まあ、この話を取り入れていただければと、思っていますので、まあ、これが絶対正しいっていうわけではないですけど、まあ、東洋医学的に考えてもこういう傾向はありますよということで今日お話しさせていただきます。はい、気象病で結構ねありがちなのが、気圧の変化。気圧の変化ってこう、まあ前はね多少気圧が変わってそんなに体調って変わるのかみたいなことが言われていたんですけども、人間が感じる気圧の変化ってすごくこう微妙なものなので、天気が変わるぐらいな気圧の変化があると体調も変化しておかしくないと。で私もですね、自分は今、マンションなんですけど4階なんですよね。だから4階ぐらいまでだとエレベーター乗り降りしてもそんなに感じないですけど、10階とかになるとエレベーターに乗って10階とかに行って帰ってくると耳がなんかこう気圧の変化でおかしくなる。例えば、トンネルの中に入るとか、あと車乗って峠越えをするとかですね、そういう時ももう耳がおかしくなる。飛行機は顕著ですね。飛行機は顕著で、まあ、最近そこまでひどくはなくなったんですけども、着陸の時になったら耳がもう痛いってなって、で、ああ無事に着いたってなっても、その後1日2日はすごいなんか耳が遠い状態になってしまうとかですね、そういうのをすごい敏感に感じてた方なんですけど、そういう人って例えば、まあ、気圧の話しますね。気圧が下がると具合が悪い。天気って気圧が高めだと晴れで、気圧が下がってくると雨っていう傾向があります。で気圧が下がる、天気が悪くなる、気圧で、この天気が悪くなってしまえば何ともないんだけど、その悪くなりつつある下り坂の時が一番調子悪いっていう方も結構いらっしゃいますね。気圧が下がる、さ、気圧が下がると具合が悪いっていう方で、気圧が下がるっていうことは物理的な話になるんですけど、人間の体もね物ですからね。気圧が下がるっていうことはこう外からある一定の圧力で押されてるわけですよ。体って空気、圧力、気圧によって押されてるんですけど、それが下がるっていうことはグッて押されてるのがちょっと緩むっていうことなんですね。風船で言うと風船があります。で気圧が下がるとちょっと容積が増えるんですよ、膨らむ。気圧が下がると風船は膨らみます。これどうやって表現したらいいんだろう、ちょっと図にうまく書けないと思うからちょっと言葉で言いますけど、風船をイメージしていただけると膨らみます。膨らむということはですよ、気圧が下がって具合が悪くなる方は体がこんな目に見えるほど膨らまないけどちょっと引っ張られちゃって容積が増える、で具合が悪くなるっていうことは中身が詰まってないってことなんですよ。気圧が下がるで具合が悪くなる人は必要なものが足りてない。
要な、まあ、栄養素というか、なんというか必要な、まあ、栄養素だけじゃないんです。必要なものが不足している、必要なものが不足している場合、気圧が下がると具合が悪くなるっていうことになります。あの体の中の、まあ、濃度が減るっていうことですね。こう、潤沢に、だからもう、いっぱいものが十分にある、必要なものが十分にあるっていう時は、多少気圧が下がって容積が増えても、ちゃんとその増えた容積の分埋めるだけのものがあるので、具合の悪さってあまり感じないんですよね。で、必要なものが不足してると、ちょっとこう気圧が下がって体が膨らんで容積が増えると、その分を埋める分が足りてない、必要なものが足りてない時は具合悪くなりがちです、はい、これはもう傾向なのでね、必ずしもそうじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれないんだけど、で逆に気圧が上がる、天気が良くなる、雨がすごいしと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 降ってて、なんか雨が降ってる間は調子良かったんだけど、今度なんか天気が良くなってきましたら、もう急にカーッともう雲がファーッと晴れて、で太陽の光が出て気圧もガーッと上がってきましたってなったら、うわ具合悪ってなる方、そういう方もいらっしゃるんですね。気圧が上がると具合が悪い。だから同じ理論で言うと、気圧が上がると気圧が高くなるので、ギュッて押されるんですよね。押された時に、ほら中に、まあ、必要なものだったらまあいいんですけど、必要ないもの、不必要なもの、老廃物とかですね、そういうものが多い、体にとって体の中に不要なものが多い、不要なものが多いと気圧が上がった時に具合が悪くなるっていうふうになりますなりがちですね。でこれ両方とも当てはまるっていう方いらっしゃると思います。私も昔はそうでした、昔はそうでした。特にね、天気が悪くなると、もうなんかこうグラ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 してきたりとか、もうなんか本当になんかドヨーンとしてくる。で必要なものが足りてない、で具合が悪いっていう状態で、あと気圧が上がる、天気がパーって良くなっても、その気圧がこう変化していくっていうのに対応できなくて、でこっちの時はこう体に余分なものがあって、それがうまく外にできてなくて、でなんか体の中がグーって押されてパンパンになっちゃって、であと不必要なものがあって、それが邪魔してて具合が悪くなるっていう場合が多いです。まあ傾向なのでね、だどっちも、あの天気が良くなっても悪くなっても具合が悪いっていう方は、必要なものが足りてないし、でこう巡りも悪いから、体の老廃物、不要なものを外に出す力もなくて、必要なものは足りてないのに不必要なものがいっぱいあるっていう状態になっちゃってるっていうことです。よっぽど体が疲れてるっていうことですね。そういう時にはどうしたらいいのかっていうことなんですけど、必要なものが不足している時は必要なものを入れてあげる、まあ、食べ物とかですね、食べ物とか、あと酸素は自分でこう呼吸でね吸って入れてあげなきゃいけないので、呼吸をしっかりする、あと、食事をしっかりする、で食べてるんですけどこうなんですっていう方は、食事の内容を見直してみる、必要なものが足りてない。ただ具合が悪い人って吸収効率もあまり良くないはず、胃腸が丈夫だったらいいですよ、胃腸が丈夫ならいいんですけど、胃腸もそんなに良くないっていう方は多いはずなので、先にこの不要なものを体の外に出してあげるっていうのを促進してあげた方が早い、出さなきゃ入ってこないのでね、こっちの方が先というふうになると、食べるものはあまり体に負担にかからないものを適量、多すぎない量、適量を取る、本当に具合悪い時はね、お粥でいいですよ、お粥、病人食です、病人食、タンパク質は大事です、タンパク質は大事なんだけど、炭水化物、ご飯、玄米じゃなくて白米にしようとかでも、もう本当に、ね、お粥、白い
ご飯のおかゆでいいです。おかゆ生活をちょっとしばらく続けてみるとかですね。でたくさん食べ過ぎないっていうのを気をつける。で不要なものを外に出すっていう時に大事なのはお水なんですよね。むくんじゃったりするからあんまりお水取りたくないとかね、トイレ近くなったりするから、水取りたくないとかね、いろんなこう理由があって水はあまり取らないっていう方と、いや口がこうね、喉が渇かないので水飲みませんとかっていう方は、その分こう流すのに必要な水が足りてない、こう必要な水が足りてないと不要なものを外に出す力もないので、それでどんどん余計なものが溜まっちゃうっていう傾向にもあるので、そういう時はあまりこうお腹に入れすぎず、自分の体が不要なものを外に出すっていうメンテナンスをきちんとしてくれるのをちょっと助けてあげるっていう、でお水が大事っていうのはあります。はい、ちょっとすごい動画が長くなっちゃうのでね、あと、それこそ、雨が降ったら具合悪いとか、気圧だけじゃなくて気温が上がると具合悪いとかいろいろあるんですけど、今日は気圧だけにこう特化してお伝えしました。こう必要なものが足りてない、不要なものが多いっていう、状態になると気圧が上がっても下がっても具合悪くなります。ということで、ちょっとそういう方はやっぱり食べるものとかお水とか自分の体に入れるもの、そういうものをこう気をつけつつ、でちゃんと体を休めるメンテナンスを自分の体にしてもらうっていうのをお気をつけください。はい、ということで今日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。